やっぱり。バカな、口の中でさえ固定して弾丸ガードできんのか。十分溜まったぜ、ミスター。 こいつら、いつの間に。しまった、距離が近すぎる。まさか、あれを狙ってるのか。あれを。とはいえ、それでも不死身っつーんならしゃあねえが。やったー。うっうっ。おい、戻るぞ。港へ戻るんだ。なんなんだよ、振り回されたよな。止めろって言ったり、走れって言ったり、タクシーじゃねえぞ、バカ。いった。ああ、こりゃ病院行かなきゃダメです。なんかバイキン入らねえか、これ。大丈夫大丈夫。どこに隠したんだ、ブチャラティ。銀行の隠し金庫か。あんたの名前、公衆トイレ。ああ、なんだって。てめえ、何のつもりだ。100億リラを受け取りに来たぞ、ブチャラティ。島に上陸するとき連絡しておいた。わしのことは気兼ねなくペリーコロさんと呼びたまえ。ありがとうございます。組織に納める金100億リラは。はい、ちゃんとここに。このネックレス一つだけで7、8億はくだらないじゃろう。おめでとう、ブチャラティ。君を幹部の地位に昇進させよう。上がりの 50% が組織へ、 50% が君の取り分とする。ポルポがやり残した仕事は当然ブチャラティ君が受け継ぐというわけだ。ボスの娘を護衛すること、命を懸けて。いや、この人はおそらくボスの娘。彼女の名はトリッシュ・ウナ、15歳。その男こそトリッシュの父親。ボスの過去を探ろうとする行為自体、組織への挑戦を意味する。ボスには直感的に分かったんじゃな。誰です、何者が彼女を狙っているので。組織の裏切り者じゃよ。護衛の期間は1週間。いや、もっと短いかもしれん。そう考えていいじゃろうな。ではあなた、ちょっとその上着ここで脱いでいただける？フランス製じゃなきゃ死んでも飲まないことにしてるの、私。彼女を守りきればブチャラティはボスからポルポ並みの信頼を受けることができるだろう。参ったな。てっきりポルポだと思ったんだけどよ。その重大な仕事を受けるのはな、それとスタンド能力を持ってるやつだ。周りよし。で、これが車のキーです。ならんちゃ、万が一僕らを誰かが探してたら、最もそいつにさせちゃいけないのは尾行です。ぐるぐる目を回さないように運転してぎー。なんなんだよ。だから要するに、つけられねえで帰ってくりゃいいんだろ、尾行者によ。一体どこへ行こうとしてんだよ。なあ、ならんじゃ。下から聞こえんだぜ。やかましい、降りろって言ってんだボケ。ふん、しょうがねえな。ならんちゃ、お前はやっと見つけたが、なんでだ。俺17だから車持ってねえんだよ。だから借りるんだ。劣勢。なあ、おめえもそう思うよな。いろんなことを今喋ってもらうぜ。てめえ。うわっ、やばい、むちゃくちゃすぎる。切れて見境なく撃ちまくってる。いない、爆発でぶっ飛んだのか。くだるくだらねえってのは所詮ここの使い方一つさ。能力ってのはな、女だ。この野郎、女のものを買い込んでるぞ。すごく匂ってきたぞ。俺の勘はどうやら当たりだったようだぜ。だけど必ず見つけ出してぶっ殺す。なんかすごい音しなかったっすか。何の音ですかね。あれ、もう血が止まってるぞ。思い切り切られたと思ったのに。なんかこのシート変だぞ。このハンドルも。やっと現れてきたんだよ、
てめえの方につけてやった傷の効果がな。もう戦いは始まってんだ。誰も後には引けねえんだ。